上から水をかける。やだ。え、どういうところがギャルなの？え、もう服着てただけでギャル。今日は混んで、明日は赤です。え？え？なんか今のパンツの色の話した今。あんなに両おっぱい撫でといたのに。おっぱい撫でたの？撫でました、両方とも。あ、鹿いっぱいいる、こっちに。わーお。わーお。わーお。京子さん、おとなしいじゃん。あ、寝た。私でした？そんなに聞こえてないの？はい。部分しか聞こえてない。音が途切れる。いや、小さくて聞こえる言葉と聞こえない言葉が、つまみ上に上げたらピコンピコンって反応する。いや、音も何もならないし、下げても上げても何にもならない。はい。ミートソースがくどくなくてあっさりしてて美味しいねって食べましたよね。ちょっと恥ずかしい。コメントが全然逆なんだけど。足めっちゃ濃くないですか？いや。京子さんやっぱり味覚が薄味派で体にいい味覚なんじゃないですか？あ、優しい。優しいっていうか自分で言ってたじゃん。母ちゃんの味付けが薄いって。そうなんです。薄味派なんですよ。ああ。じゃあ、今日、分かってきたら上から水かけて薄めたらいいと思います。ああ、ノーコメントです。何も悪いこと聞こえない。いや、上からまでしか分かんなかった。あ、上から水をかける。やだ。下ってちょうどいいやつだ。下ってない。ミートソースかけてもらわなきゃいいじゃん。確かに、ミートソース抜きです。ああ、でもスパカツはスパカツだから。でも私もやっぱ味濃くなってるから美味しく食べれたもん、前、去年。いやいや、やめとけって。体に悪いから。食べた時はもう本当に食べれなかったけど。もう年なんだしさ。あそこにだけ白に唯一あの日焼けサロンのマシンがあった。ラブホに？そうなんですよ。で、一人で行ったの？行きました、タクシーで。タクシーで？タクシーで。金持ってんじゃん。駅前に住んでたんで。え、何？足ない。黒くしてたの？焼いてました。ガングロ？顔だけ焼かなかったです。え？意味ねえじゃん。意味がわかんない。顔は化粧でごまかしてます。シミできるの。ちょっとだけ焼いて、あとは。だってシミできちゃう。え、だって東京のおギャルたちは普通にゴンゴロだったよ。あんな真っ黒にはしてなかったよ。タクシーで一人で行くのって言われたんですよ。でも2回ぐらいしか行ってなくて。じゃあほとんど行けねえじゃん。え、どういうところでギャルなの？え、もう服着てただけでギャル。ギャルの服着てたの？はい。超スカート短かった？そうです、ミニスカートが好きでした。オカメちゃんみたいなスカート。わかめちゃん。あ、わかめちゃん。パンツは見えてないですけど。パンツ見せてなかったの？パンツは見せてないけど、なんかミニスカートとかショートパンツが好きです。ああ、そういう時パンツ何履くの？アテント？ショートパンツ。え？左入り。勝負パンツ？いや、普通のパンツ。誰と勝負？いや、やっぱりミニスカで見えたらさ。見えないです。偽パンとかの方がいいじゃん。ブリーフとかだったらなんかえぇってなるじゃん。普通のパンツですか？普通のパンツってどういうパンツ？普通ティーバッグではない。普通のパンツ。ティーバッグ。ティーバッグ履いてないです。かっこいい。綿ではない。綿じゃない、はい、じゃあ何なの？ポリエステル、はい、チカチカするじゃん。しないです。それは何色なの？紫？
ピンク、ピンク、ピンク、ピンク。でもあのラクダ色。買うの。いや違う。下着買うの好きだったから。え？いろんなの。なんなんで？え？いろんな色持ってますよ。現場から以上です。いらない情報だけど録画しといたんで。今日は混んで、明日は雨だね。え？え？なんか今のパンツの色の話した今。やめてくれる？何よ急に。うん。そんな情報いらない。俺今ノーパンで明日のパンツも持ってきてないよ。私今日も明日もノーパンですけど。イエーイ。毎日ノーパンで、イエーイ。みんなパンツ履いてないじゃん。やってますね。やってるやってる。ごちそうさまでした。いいねここら辺なんか、繁華街だな。嬉しいな。何急に胸大きくなったの？胸のちょっと下の方。あ、下の方。残念。残念、惜しかった。あんなに両おっぱい撫でといたのに。おっぱい撫でたの？撫でました、両方とも。お金も入れてお願いします。おう。いくら？10円ね。あ、10円。おっぱいでっかくなっていい形になりますようにって言ったの。10円で？はい。それはもう 逆になんか。そうですね。神社は5円って私決めてるんですけど。あ、だ倍払ったの？いや、そうです。なくて5円。あ、すごい。5円玉が。あ、なくて。もうそういう心構えがダメだもんね。ウインカーです。あ、マウント取られました。仕返し、帰り討ちにあった。武蔵前橋です。ロータリーです。うわ、なんか初めて来たらパニックになる。絶対難しい。三車線もあるね。ここに寄ります。私の方向はなんかつかなくなっちゃった。それは残念ですね。いつも大事な時につかない。これが京子ってやつですね。そうなんです。行きます。イエーイ。いきなり来た。わしがいっぱいいる。こっちに。わーお。わはお。わーお。どうも。タイムだよ。揚げ芋食べれない。お腹すい。食べない。ちょっといいです。食べるんですか？
絶対食べれない。なんかそうね、温泉車が少ないね。さあ、セイコーマートで借り出してキャンプ場です。あら、いいじゃないですか。いいですね。あ、いいじゃないですか。いいじゃない。